はいどうもプレスの T です。今日はですね、勉強と才能、この2つの関係性についてちょっとお話ししてみようと思います。まあね、これなかなか難しい話で結構悩んでる人多いと思うんですよね。やっぱね、よく聞く相談として、私才能ないから勉強なんてやっても無理なんですよねっていう人ですよ。まあこういう相談結構受けるんですけど、まあこれはね、まあ確かに事実の部分もあるんですよね。元も子もないですけど、要は勉強っていうのにも当然才能って関係するんですよ。生まれ持ってそういった勉強に対する適性が高い人っていうのはいてでですね、例えばまあ皆さん周り見渡してもらったらわかると思うんですけど、要は授業ね、授業一回聞いたらもう全部わかるよ、だから家で勉強なんか全然しないよっていう人いますよね、中にはね。で、逆に授業中は寝てるんだけどなんか知らないけどテストの点数はめっちゃいい人いたりするわけですよ。で、こういった人って、まあ、確かに勉強の効率がいい云々っていう話はあるんですけど、じゃあその勉強の効率を上げるために何かやってるかっていうと特にやってなかったりするんですね。単純に授業聞きますよね。授業一回聞いたら聞いた内容は全部頭の中に入ってですね、それがもう抜けていかないからね、だからテストの時にも、ああこれ授業やったよねって、それ答え書いたらもう点数出ますよ。まあすごくシンプルな話なんですけど、まあこれは勉強っていうか努力してどうこうって話ではなくて、もともと持ってる能力なので、それは圧倒的に強いんですよ。ただですよ、勉強っていうのを考えた時に、これはね、他のものとちょっと結構違うところっていうのがあって、それは何かっていうと上限が決まってるっていう話ですね。もちろん大学とかに行ってその大学の教授になりましたとかみたいなところになってくると、もう天井ってないから、どんどんほんまに能力が高い人が最終的には生き残っていくっていうような世界になるんですけど、ただ考えてみてください。学校の勉強ですよ、大学とかじゃなくて中学校とか高校あるいは小学校とかもそうだけどのレベルのテストって上限ありますよね。マックス100点なんですよ基本的に。で、その時にまあ皆さんね、どんな賢い人がいたとしても定期テストで100点以上の点数取ってる人見たことありますかね。今回の定期テスト俺200点だったぜみたいな、数学みたいな、そんな人いないでしょ。だってシステム的に取れないんだから無理じゃないですか。で、そう考えた時に努力でひっくり返せる部分ってかなりいっぱいあるんですよね。もしそのテストの点数っていうのが上限がないんだったら、それはちょっと厳しいかもしれないですけど、努力で全然ひっくり返せるので、そこをねちゃんとみんな見てほしいんですよ。で、才能っていうのはもちろんありますよって言ったんだけれども、じゃあ才能がない人っていうのはどうしたらいいのかっていうのもまたこれ同時に考えていきたいんですけど、才能がある人って結局さっきも言っただけの話なんですよ。要は授業で聞いた内容を一回聞いただけで頭に残しておくとか、教科書を読んだ時にどこが出るかっていうのがパッと見分かるっていう人ですよね。で、これってさ、何かってただ単純に要領がいいだけですよね。で、それができないっていうんだったら努力でそこをカバーするしかないんですけど、すごく簡単ですよ。その人に聞いてください。勉強できる人っていうのは、まあはっきり言ってポイントが分かってるって先ほど言いましたけど、ポイント分かってるんだからその人にポイント教えてもらったらよくないって話なんですね。結構ね、その勉強ができないって悩んでる人って一人で考えてる場合が非常に多いんですよね。で、才能がない、うん、でって話で、結局ね、よくよく見てみると何もやってないっていう人が多いんですよ。これって結構まあ厳しいっちゃ厳しくて、才能がないって分かってる人っていうのは、才能がないんだったらどうするか行動するっていうのをまず第一に考えてほしいんですけど、それをやってないと、それは点数出ませんよ、だって才能がないんだから。で、こういう言い方すると結構厳しい感じするかもしれないんですけど、まずはそこからで、ちゃんとね、自分が才能がないって口に出してる人いますけど、それを出したらまずちゃんと認めて、その上で何をするかっていうのをちゃんと考えてほしいんですよね。そうすれば定期テストぐらいのもんだったら簡単に点数上がりますし、大学受験ぐらいだったら簡単に乗り切れますよ。大体そういう風に皆さんやって乗り切ってますしね。で、じゃあそれどうやってやるかっていうと、まずはとにかく聞くことをですね、能力がある人、勉強できる人にどうやったらそこをできるようになるのか。で、要領を得ないこと言うと思いますよ、才能ある人は。いや、授業聞いたらええやんと。で、じゃあその人たちが何やってるかっていうのをそこで聞いて、それをちゃんとまず分析しましょう。例えばね、要領がいい人、授業を聞いたら一発でわかるやんっていう人、これ何やってるかっていうと、例えばですけど、ノート取ってなかったりとかっていう場合結構あるんですよ。で、これはどういうことかっていうと、単純にですよ、皆さんが必死こいてノート取ってる間に、その子は何やってるかっていうと、授業をしっかり聞いてるっていう場合ありますよね。で、授業を本当に聞いているから、後でもしっかり思い出せるんですよ。
で勉強できない人は単純にノートを取ってるっていうところで授業聞いてないから分かんないとかね、でそういうパターン結構あるんですよ。才能の正体っていうのは結構ね、あの蓋を開けてみればすごい何のこっちゃないみたいなことがあったりして、だからそこっていうのはちゃんとしっかりといろんな人から話を聞いて情報を入れて自分でできそうなことがあったりやってみるっていうのはかなり重要になります。で、まあ、例えばね、自分はその一回授業を聞いても無理だったっていうんだったらまた別の方法を考えるんですよ。その勉強ができる人にどういうふうなところ先生がポイントで言ってたっていうのを後で聞くとかね、そういうのをやればいいじゃないですか。それをやらないのに才能がない才能がないっていうのはただの逃げですよね。まあ、別にそれで全然逃げててもいいんですけど、まあ、いつまで経っても成績は絶対に上がりません。まあ別にそれでいいっちゃいいんですけれども、まあ、単純に成績が上げたいんだったらやった方がいいよと、そういう話ですね。で、もう一個言ってたパターンありましたよね。勉強ができる人、授業を聞いてないのに点数がいい人、この人はどんなことやってるかっていうと、単純にまあ教科書とか見た時にいやここ出るでしょどう考えてもっていうところで山間を張るのがうまいっていう場合ありますよね。これこそ聞いたらいいですよね。どこ出そうかなって、そういう人に聞けばいいんですよ。そしたらちゃんと、まあ、教えてくれる人だったら教えてくれるし、もう教えてくれないんだったら、まあ、別の人には当たればいいだけの話だから、とにかく聞くのは損じゃないから、どん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 聞いていきましょうと、そういう話ですね。で結局ね、大体まあ人間の社会っていうのはそういうもんで、能力がなくてもなんとかなるんですよ。能力がある人からアドバイスをもらうっていうのができるわけで、結局コミュニケーション能力っていうところでひっくり返せる部分はかなり往々にしてあるので、とにかくできる人っていうのをまずはしっかりと分析するっていうのをやってみてください。才能がないって困ってる人はね。で、あともう一個はもうめんどくさいというか、もうしょうがないんですけど、努力をすることですよ。やっぱね、才能がない才能がないって困ってる人ってなんだかんだで言うてるのは言うてますけど、じゃあそれに見合った努力ってしてないんですよね。で、まあそういう風に言いたくなる気持ちはわかります。だってさ、ある人は授業を聞いただけで全部もう理解できるのにね、自分はできないと、なんであの人だけそんなにできるの、あの人はすごくコスパいいよねって、私もあんな風になりたい。で、これってまあなんかないものでだりしてるだけですよね。無理なんですよ。だからその辺は早くまずは諦めてほしくて、できないんだから努力をするっていう発想に持っていくっていうのはすごく大事だと思います。でもちろん自分はそういった才能がないって困ってるんだったら、もうやらないっていうのも一つですけどね。どうせ点数出したいっていうんだったらまず努力をしましょうっていう話、これはまあ一つありますよね。でまあね、なかなかまあ難しい話なんですけど、その努力してないように見えてる人たちっていうのが本当に努力してないかっていうのも一つ考えてほしいところではあってですね、要は授業聞いた時に全部内容理解できるとかっていうのはまあね、結局なんだかんだでそのリンクが多いんですよ。たくさんの知識をすでに知っているから、授業で習ったことがいろんなところとこう有機的に結びついて覚えてられるっていうパターンもあるんですけど、そういった人ってどんな人かっていうと、結局ね、なんだかんだで本読んでたりとかする場合多いんですよね。いろんなことに興味を持ってたくさん情報を元から前もって頭の中に入ってるから、授業で聞いたことっていうのが残りやすいと。で、そういった努力皆さんしましたか？要は小学校の時にしっかり本を読むとか、そういったことってめんどくさくてやってない人で結構いるんですけど、それってね、まあ単純にまあ自業自得っちゃ自業自得なんですよ。で、まあ別にこれはその本を読めっていうわけではないんですけど、いろんなことにやっぱり興味を持ってる人っていうのは少なくとも勉強っていう分野に関しては圧倒的に強くて、東大に行ってる人とかっていうのがなんか知識量が豊富っていうふうに言ってますけど、あれもね、結局同じような話で、その知識を入れようとして入れたんじゃなくて、単純にアンテナをいろんなところに張ってるかどうかだけの違いだと僕は思ってるんですよね。いろんなところにアンテナを張って興味があることっていうのをどん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 増やしていけば、それだけでどん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 勝手に知識量って増えていくんですよ。で、それが授業で聞いた時のものとうまく結びついたりすると、パッと一気に頭の中で全部が結びついて、それでテストの時とかにも覚えてられるような知識に変わるんですね。だからあのね、だいたい勉強ができない人っていうところで多いパターンっていうのは、才能がない云々っていう風に、まあ、その嘆いてますけど、結局のところそこしか見てないんですよね。勉強っていうところにしかフォーカスしていなくて、もっと自分がその才能を開花できるような部分っていうのに目を向けていなくて、単純になんかすごくすごく狭いところになんか注目していて、勉強ができるか否かっていうところにこだわってるから、いつまで経っても勉強ができないと、まあそういう風なパターンって非常に多いので、
だからまずとりあえずやるべきこととしては、すごく勉強ができる人が周りにいるんだったら、その人が何やってるのかっていうのを理解しましょう。それならちゃんと聞きましょうね。あの別に恥ずかしいことじゃないじゃないですか、別に自分にその勉強の才能がなくったって。だからまずは聞くっていうことをやると。んでそれをまあ聞いたら、それが自分にはその素ではできないわけだから、努力してそれをやってみると。で僕からできるアドバイスとしては、勉強ができる人のパターンっていうのは、大抵いろんなことに興味を持ってる人が多いっていう場合が多いので、自分自身もいろんなことに興味を持ってたくさん情報に触れると。でそういった中で自分が好きそうなところをまあ見つけてですね、最終的にまあ進路選択とかにつなげていけばいいわけで、まあ、結局その勉強っていうことで点数を取るっていうところに細かく細かくフォーカスしてる人っていうのは、逆に点数取れなくなってしまう、勉強ができなくなってしまうので、まあ、そこら辺注意していきましょうと、そういうお話でした。あんまり解決になってないかもしれないけど、結構大事な話だと思うので、まあ、皆さんねぜひ実践してみてくださいというお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。